ブリーチが入ってるわ。前もね言ったんですけど、ある意味ちょっとなんかコメディみたいな感じで、結構ね一人なんで結構体調感半端ない。いやいや、書きながらのあれが残ってる。ああ、まあご自由に見てくださいみたいな。ああ、文化13 13文化13だけども人は住んどる。ああ住んどる。ただ昔からのね。はい、一回ね来たことある板井原集落っていう場所に今日は行こうかなと思うわけですけど、ここは廃村になってるんですよね。で実際入って撮影することができるという場所なんですけど、今日はちょっとねそういうところを撮影していこうかなと思います。スピチューブ始まります。ここが集落の入り口です。昔のお墓が、やっぱね匂いが違いますね。手つけてない匂いが。集落の有名なスポットになるんですけど、まあ行った時は冬だったんで、あんましなんか草木も生い茂ってなくて住みやすかったんですけど、あ、消火系のあれが置いてありますね。結構家がめちゃめちゃ崩れてるという。はい、こういう感じですね。ここが一般的にね開放されてる場所なんだと聞いてるんですけど、ここが板井原集落と。ブリーチが入ってるわ。前もね行ったんですけど、ある意味二人で行ったんで、ちょっとなんかコメディみたいな感じで、結構ね廃墟感がなかなか伝わらなかったと思うんですけど、今日は一人なんで結構廃墟感半端ないです。
ほら、カフェなんですけど、唯一やってる店なんですけど、やってんのかな、これ。あれ、長い間ありがとうございました。令和元年末、閉店いたしまして。閉店したんや。前来てた時は、この、このお店、カフェやってたんですけど、やってないと。廃墟のエリアがさらに廃墟化してる、してるという。いやいや、昔ながらのあれが残っとる。ああ、まあ、ご自由に見てくださいみたいな。そうそうそう。ああ。だけども、人は住んどる。ああ、住んでないです。ただ昔からのね、あの、人が、あの人でいい。電球屋も、電球屋もあんまりない。ああ、なるほど。昔もそのまま残っとる。ああ、もう写真撮りに楽しみに行くみたいな感じ。この家がいい。ここがいいですか？管理は。あの、地図の町出て行く。ああ、そうなんですか。で、たまに帰ってきて、この今、かかる商品、あの、あ、そうなんですか。わかりました。ありがとうございます。歩いてみたいか。はい、ありがとうございます。将来消しと。ここぐらいで終わる感じですね。もう後ろでここで終わりだと思うんですけど、ベンチとかが終わって、後ろでと までですね。昭和51年1年度、昭和ぐらい終わりぐらいまではほらあったってことですね。文化13文化13の時代にもあったってことですね。あの結構ね、山側見たら必ずと言っていいほどね、お墓があるんですよね。昔のお墓とか新しいお墓、
というわけで今日のスピチューブこんな感じですね。板井原集落ということで今日来たわけですけど、まあね、住民というかこの地域に詳しい人に聞けば、まあここに誰も住んでなくて、まあ自由に開放してるというか、まあ見て楽しむというエリアだということが分かりました。まあある程度ね、ここまで入ったらあかんとかそういう、限度とかあると思いますけど、基本的にはまあその近くの辺までは行けるということで、ちょっとね興味深い場所かなと思います。はい、それではね今日の YouTube こんな感じで終わろうかなと思います。それではまた。ジャパンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。